局生物絶縁締めなもあるのが、ま、丸いのかな。4セットは最低揃えときたくない。ナヒーダが多分人権レベルのキャラクターになる可能性がデコ高いの で、ナヒーダ多分草4になるから、ナヒーダのために草4は揃えといてもいいんじゃないかなとは思う。金メッキは難しいな。初心者はどう考えても絶縁締めなは優先していいかもね。うん。初心者はもうとにかく絶縁揃えなきゃ話にならないから、まあ、初心者は絶縁優先でいいと思います。やりたいことがある人、なんかティナリとかコレイとか、まあ、草キャラ使いたい、八重美子使いたい、で、セノ使いたい、カントツカズハ使いたいっていう人はちょっと金メッキ目的で厳選してもいいかなぐらいじゃう。まあ、雷金の余興審査の指標に比べたら回る価値はだいぶあると思う。ナヒーダのモチーフ生物で出んのかね。いや、出てるじゃん。草4はナヒーダじゃないの。どう考えてもナヒーダだと思うねんけど、ちゃうかな。絶縁ってライデンのモチーフで 2.0 から追加されてるしな。ナヒーダのモチーフはすでに出てると考える方が自然な気がする。